縦位置の書き方の説明をいたします。起筆斜め45度、体を前に倒して体と一緒に引っ張ってあげます。左上につま先立って、トントントン。起筆、押さえた力と引っ張る力が違いましたら尻餅をついてしまいます。収筆も同じですね。押さえすぎると尻餅をついてしまいます。起筆、押さえた力で進んであげて、収筆、つま先立って慎重に尻餅つかないように押さえてあげます。手だけで書くと安定しないので、体と一緒に引っ張ってあげましょう。つま先立ってトントントン。その時毛先が左側を通って、筆のお腹の部分が右側を通ります。右側のお腹の部分が当たるか当たらないかでかすれが出ています。よって右側がかすれるのが正解です。毛先が左側を通るのを意識して書きますが、毛先が浮いてしまうと左側が抜けた状態になります。お先をしっかり意識して引いてみましょう。以上、縦位置の説明を終わります。